国民突撃銃は第二次世界大戦末期にナチスドイツによって開発された簡易小銃の総称である。多くの関連書類が敗戦時に処分され銃自体の現存数も少ないため国民突撃銃については不明な点も多い。また正式名称が与えられていなかったこともあり、これらの銃は様々に呼ばれた。例えば特によく知られる。 グストルフ社製の 7.92X33mm 間易自動小銃は、セルブストレデジウェア、セルブストレイドカレブナー、ウォックススターンウワヤ1から5、フォールクスクデムモスチャイニーンピストール45、ガストラフフォールクススターンウワヤ、フォールクスクデム、セルブストレデジウェア、グストローフ、ベルケ、ゼルブラダーミットカースパトロニー44、バーサッチスジェロット1から5などと呼ばれた。 戦後は総称として国民突撃機銃という語が用いられることが多い。1944年末、第二次世界大戦も終盤に差し掛かり、東部戦線及び西部戦線での大敗を繰り返すナチスドイツの敗色は濃厚になりつつあった。それでもなお抵抗を続けるべく、1944年9月25日には相当命令のもとに国民突撃隊が設立され、 ドイツ国民の大多数が動員された。しかし、核戦線での敗北とともに装備品の喪失も増大していた。国防軍や武装親衛隊の正規部隊ですら、慢性的な装備不足に陥る中、雑多な路角銃や旧式銃をかき集めてでさえ、国民突撃隊を武装するために、十分な銃器などすでに残されていなかった。このため、 簡易武装計画が発動されたのである。この計画では、目下の需要を満たすべく、短期間で大量に生産できる武装が要求された。多くの企業が参加し、7.92X57mm モーゼル弾、または 7.92X33mm 弾を用いる各種簡易小銃が開発された。設計された簡易小銃は、国民突撃銃あるいは、 国民銃と総称され、ボルトアクション式小銃と自動小銃が混在していた。1944年11月、相当アドルフ・ヒトラーに対するデモンストレーションが行われた。ヒトラーは各種 VG のうち断層を備えない単発式のものの採用を却下するとともに、断層容量は10発程度が好ましいとして、7.92X33mm 銃では、 STG44 突撃重要30連発弾装を用いるべきではないという見解を述べた。グストルフ製自動小銃については酷評しており、効果で製造コストが STG44 と同程度である上、弾薬消費が激しいことなどを批判した。第三帝国の崩壊を前に、ドイツ全土の通信連絡は寸断され、すでに組織だった生産体制を整えることなど、 不可能となっていた。最終的に各地の大観区指導者たちは地域ごとに独自の武装生産を行わせることになる。そのため、各 VG の最終的な生産数は全く不明だが、実際に使用されたものが少数ながら現存している。VG-1 は、ワルサン社が設計した VG である。原始的な回転式、ボルトアクション方式小銃である。機関部は、 防災から削り出された粗雑なもので、前方に2つのロッキングラグを備え、ボルトハンドル自体が3つ目のラグの役割を兼ねる。トリガーメカニズムの部品はすべてプレス加工によって成形されている。安全装置も非常に簡易なもので、用心鉄に固定されたプレス加工工のレバーが引き金の後ろにあるのみである。安全状態では、このレバーによって引き金の動きが阻害される。 解除する際には単にレバーを側面へ起こすのである。重症は入手可能なあらゆる木材から成形されたもので、表面処理は粗雑だった。資金での射撃のみを想定した固定式照準器を備えていた。重心はあらゆる重機のものが流用された。球団には G43 自動小銃用の着脱式箱型断層が用いられた。製造は 複数の企業で行われ、製造元によって細部の設計に差が見られる。戦後の推定によれば、VG-1 を量産した場合の1兆あたりのコストは5ドル以下とされた。VG-2 は、シュプレーベルク社が設計した VG で、VG-1 と類似の機能を備えた、ボルトアクション式小銃である。ボルトアクション方式小銃としては珍しく、プレス加工によって成形された。 機関部を備えた。重心には空軍が保有した余剰の機関重要重心が流用された。断層は G43 用のものが使用できた。VG-1 及び VG-2 は断層を交換することはできたものの、相談士を使うことはできなかったので、国民突撃隊員には予備の断層が支給されなくなると、射撃の際に断層を取り外し一発ずつ手作業で、 装填を行わなければならなかった。VG-3 あるいは VG-45 は、ラインメタル社が設計した VG で 7.92X33mm 弾を使用するボルトアクション式小銃である。VG-1 及び2と異なり、VG-3 は正式採用には至っていないものの、25000兆分の発注が行われた記録がある。ただし、 製造工場が爆撃によって破壊されたため、本格的な生産は行われなかった。また、エルマベル家でも、VG-3 とおおむね同型の 7.92X33mm 弾仕様の VG が設計されていたが、極めて少数の試作品のみ確認されている。VG-5 あるいは、VK-98 は、ステアン社が設計した VG で、 非常に単純化された単発式、ボルトアクション式小銃である。具98と同等の機関部を使用してはいたものの、内蔵断層を備えておらず、射撃ごとに一発ずつ薬室へ銃弾を装填しなければならなかった。重心は具98のほか、加工した余剰の機関重要重心なども用いられた。小銃器は固定式で安全装置も備えていなかった。 オーデル川付近で陣地構築を行う国民突撃隊の兵士。左の兵士がグストルフ特使国民突撃銃を手にしている。一方、グストロフ社では1944年の簡易武装計画に基づく国民突撃銃として自動小銃を設計した。設計責任者はグストルフ社のカールバルニツき技師である。 VG-45 の生産は1945年1月から終戦まで続き、およそ1万兆ほどが製造されたとされる。この小銃は、セルブストレデジウェア、セルブストレイドカレブナー、ウォックススターンエワイア1から5、フォールクスクデムモスチャイニーンピストール45、ガストラフフォールクス,スターンエワイア、フォールクスクデム、セルブストレデジウェア、グストローフ、ベルケ、 ゼルブラダーミットカースパトロニー44、バーサッチスジェロット1から5などと呼ばれた。この銃は、STG44 突撃銃と同様の 7.92X33mm 苦術弾を使用し、着脱式弾倉も同一のものを使用した。バルニツケシステムと呼ばれるガスチェンブローバック機構を採用しており、この構造は後に、H、H&KP7 拳銃などで使用された。 VG-45 の構造は、同時期の自動小銃よりも、むしろ自動拳銃や短期間銃に近く、バレルジャケットの内側にはバレルを芯にするようにバネが内蔵されており、射撃時にはバレルジャケット全体が交代する。銃尾部は、ファイアリングピンやエキストラクターと共にバレルジャケット後部に固定されている。銃の後端は交代せず、ハンマーやシや、 およびトリガーが組み込まれている。バレル口端近くには4つのガス交があり、ここから流入したガスによって機関部が動作した後、ガス圧が低下するまでは、ボルトの閉鎖が維持される。VG-45 は、基本的に、半自動だが、中には少数ながら、セレクティブファイヤー機構を搭載したものもあったとされるだが、後期型は全自動も、可能になったという言い方もされる。バリエーションとして、 前床にピストルグリップ状のフォアグリップが付き、後床の形状が微妙に違う MP508 も存在した。現在、ドイツの銃器メーカーであるハザ・クルムバッハ、GMBH が VG-45 のクローン銃を BD1 から5の名称で製造している。半自動専用であり、フレームがステンレス製で、仕上げはオリジナルの VG-45 よりも良い。 abc, vg1 から5 le,、ファイアリング・ザ・アンロックドライフル。e smalarmsreviw.com2018 年3月5日閲覧バルター vg1 フォゴトンウェポンズ2020年3月31日閲覧スプリーワーカー vg-2 フォゴトンウェポンズ2020年3月31日閲覧 t h ミ 7.92mm クルツラインメトルボックススタンゲウェアアームラー S ベンチ2020年3月31日閲覧 VK98 モダンファイロームズ2020年3月31日閲覧 ABCD VG 1から5モダンファイロームズ2018年3月5日閲覧ありがとうございます